どちらの選手に軍配が上がったのか。第2位エントリーナンバー150、3番松原幸太郎、クラシックフィジークチャンピオン、エントリーナンバー151番、ムーリー・ケイ。
そして今日は寺島亮選手、どうですか11月に向けての、ね、こう意気込み。本当にさっき言ったようにコンディションの浜崎さんに、ね、プロお二人にアドバイスをいただいて足らない点が多いので、しっかり11月改善してしっかりカラーリングをしてしっかり合わせて11月に挑みたいと思います。はい、寺島亮選手完成しきりの、まあ、オーバーボールチャンピオンということですが、皆さん11月東京ガーデンシアターオリンピアアマチュアジャパン、寺島亮選手がプロカードを掴む瞬間を期待して11月待っててください。以上オーバーボールチャンピオン寺島亮選手、皆さん大きな拍手をお送りください。